はい、皆さん、こんにちは。渡辺です。えー、前回の動画でですね単純リーダ代ー数や、えー、イデアルについてお話をしました。でえっと、リーダ代ー数が単純であるシンプルリアルジェブラというのは何だったかということを最初に復習したいんですけれども、2つ条件がありまして、1つはゲイのイデアルは自明なものしかないと、で2つ目は D ゲイが、まあ、ドラーイデアルですねが0でないとす、すなわちゲイはかかんでないという、まあ、そういう条件、この2つの条件を満たすときにリーダ代ー数、ゲイを シンプルとといいうふううふに呼ぶというわけでしたで今回はどこから始めたいかというと、このエグザンプルの7.9から始めましょう。えー、ゲイを SL2 とすると、まあ、これはシンプルリーアルジェブラになるよということを確認しましょうというわけです。えー、証明ですけれども、ゲイの規定を、えー、XYH というので取っていきましょう。でここで一応注意しておくと、SL2 っていうのは何だったかっていうと、こいつは、えっ、ー、と、 2次の正方形列ですので、ABCD っていう、これ、ゲール2の弦であって、トレースが0す、すなわちこのトレースっていうのは A、A たす D イコール0ということですね。でそうしますと、この ABCD というのは、ABCD というのをここから取ってきますと、A プラス D が0だということですから、D はマイナス A だということです。ですので、マイナス A になります。 そうすると、これっていうのは a 倍の100-1プラス b 倍の0100プラス ac 倍の0010と、まあ、こういう形で書けるわけですね。で、えっと、この100-1と0100さらには0010っていうのは、まあ、これがあの線形独立であることは明らかですので,でさらに、えっと、この SL2 の元っていうのは全てこれの線形結合で書けるわけだから えー、こいつらが、この3つが規定になるというわけです。でそこで、ここの部分のことを H というふうに名付けて、ここを X と名付けて、ここを Y としましょうと。まあそういうわけですね。で、その部分がここです。はい。で、これらに関して、XY、HX とか HY っていうのの括弧積を計算しましょうと。で、えっと、この SL2 の括弧積どういうふうに入ってたかというと、それは交換指積によって入っていましたので、 行列として x×y-y×x、これをしたものが x と y の括弧積になっているわけです。ですので、それをですねこういうふうに愚直に計算しましょうと、そうすると、まあ、あの計算してみると、x と y の括弧積、これは h になるということが分かります。同様に、hx の括弧積、計算してみると、2倍の x、h と y の括弧積を計算してみると、ス2 y になります。 でそうしますと、えー、と D ゲーっていうのは、ゲーの弦とゲーの弦、まあ、これらの過去積を取って、それらで、えー、生成される、まあ、和を取ってあげたものというわけでした。で、今の場合、例えば、えーとまあ、どれでもいいんですけど、これ例えば見たら、マイナス 2Y っていうのは0じゃないので、D ゲーがノット0だということがわかります。 ですので、えっと、今、主張はですね、ゲイっていうのがシンプルリーアルジェブラになるっていうことですが、まあ、リーアルジェブラであることはもう多い,いし、さらにシンプルであるっていう2つの条件のうちの2番目の条件はもうすでに成り立っていることがわかります。ですので、1番目の自明、えー、なイデアルしかないということを見ればよいということで、えっと、そこでですね、ゲイの、えー、ノンゼロイデアル R というのを取っていきましょう。 ここでノンゼロイデアルとしているので、えー、とシンプルであるということを証明するためには、この R と芸が一致するということを示してあげればよいというわけです。これですね。でそうしますと、R、えー、は0じゃないので、何かしら0じゃない弦があります。ですので、それをですね、えー、XYH が芸、えー、の規定でしたから、その線形結合として、まあ、こういうもので、0、えー、じゃないものが存在するというわけです。 で、そこで、えっ、ー、と、ax プラス by プラス ch これをですね、add x の2乗で送りましょう。送るって言っても、結局これ、x とこいつの確保席を取って、さらにそれと x の確保席を取るということをするわけです。で、そうすると、えっ、ー、と、これ計算しましょうと。そうすると、x と、まあ、最初ですね、 えー、x と x の確保席取ると0になりますね。で、x と y の確保席っていうのは先ほど見た通り、h になります。ですので、ここの部分が bh になって、さらに後ろ、x と h の確保席は何ですかというと、これはマイナス2倍の x になりますね。これ、h と x の確保席が 2x になるんですけれども、今の場合、adxch っていうのを考えると、えー、x, と h x と ch の確保席を取るってことで、あの交代性を使うとマイナス倍が出てきます。ですので、結果として、 こいつを、えー、こいつとですね、x と、add x で送るってことは、x と ax プラス by プラス ch。これを計算しなさいってことですね。これが add x1 回と、この中身。これです。 計算すると、まあ、こうなるわけですよね。まあ、これが定義ですね、アド X と。そうすると、まあ、こいつを計算してあげようということで、今計算すると、今の中身になったというわけです。BH-2CX になるというわけですね。で、さらにもう一回 X とこれとの括弧積を取りましょう。そうすると、えー、B はまあ前に出て、X と H の括弧積何になりますかっていうと、これは、えー、とまた HX の括弧積 のマイナス倍ですので、えー、マイナス 2x が出てきます。で、それ b 倍して、マイナス 2bx っていうのが前半から出てきて、後ろの部分は x と x の括弧積で交代性から0になるので、えーけ、結果としてですね、これが出てくるよというわけです。で、同様にですね、えっ、ー、と add y で2回、えー、こいつを送ってあげようということをすると、計算していくとこちらはマイナス 2ay になります。 で、今、R というのはイデアルですから、どんなものとカッ積席取っても再び R に入るということですから、両方ともマイナス 2BX もマイナス 2AY も、もどちらも R に入るということがわかります。で、そうすると、これ、A ノット0だったら Y が R に入ります。なぜならば, A なばーーらら、えー、A が0じゃなければ、これ、定数倍してあげても、これ、R っていうのはリニアサーブスペースですから、芸のですから、A が0じゃなければ、定数倍することによって Y が R に入るということがわかります。 で、そうすると、えっ、ー、と、さらに、えー、R の元 R はイデアルですから、R の弦と弦の弦の格好席取ると、再び R に入るので、Y がここ R に入っていて、弦の弦である X との格好席取ったら、X と Y の格好積は H になるという話でした。で、R がイデアルであることから、この H が R に入るということがわかります。で、さらに、X っていうのは2分の1倍の 2X というふうに書けますけれども、えっ、ー、と、2X っていうのは H と X の格好積です。 で今、H というのは R に入っているので、これ、結局、どんなものを格好席で取ってきても、R の元と何かしらの元を格好席取るとも、再び R に入ると言っているわけだから、この X も R に入るということがわかります。ですので、結果として、X、Y、H っていう R, の R というか、SL2 ですね。SL2 の規定がすべて入るので、結果として R は SL2、すなわちゲートを一致するというわけです。 で、b が not0 のときも、結局、今度はですね、b が not0 のときは、こちらの場合は、-2bx の、この b が0じゃなければ、定数倍して、x が r に入ることになって、同じ議論をすると、結局、この場合も、r と g が一致することがわかります。ですので、えっと、あとは、a と b が0の場合を考えればよいということで、まあ、その場合どうなるかっていうわけなんですが、えっと、今 a x、ax プラス by プラス ch が r に入るという、そういう条件でしたね。 それが0じゃない原で入っているというわけでした。で今、A と B も両方とも0だと言ったら、これ CH が R に入る。で、C は0じゃない。まあ、そういう状況になります。ですので、C0 じゃないので、結局、H が R に入るという、まあ、こうだとすると、H は R に入るということがわかります。 で、この時も結局ですね、同様に括弧コ席を取っていくと、結局 R イコールゲイとなることがわかります。ということで、えー、結果として、その単純ということのシンプルの定義に出てきた括弧1、すなわち、R、えー、がゲイのイデアルだとするとアゼロ、R は0か全体かっていうのが、まあそれが成り立つというわけです。はい。で、というわけでですね、あ、これだからなんか余計なことが最後に書いてありますね。 確保にも成立とかって言ってますが、それさっきのことでもう分かっていましたから、まあ、ここで OK というわけです。はい。よろしいですかね。ということで SL、SL2、え、が、ー、シンプルリーアルジェブラであるということが分かりました。で、えー、っと、はい。で、えー、クエスチョン7.10ですけれども、より一般に SLN、N、が2以上の時はシンプル。その時もまも単純利倍数なんですが、まあ、それを示せと。 であとは SP とか SO とかっていう、だからシンプレクティックとか直行リーダー数についてはどうだっていう話を、まあ、クエスチョンとしておきましょう。で、えっと、あと、他によく出てくるのは GLN っていうのがありますが、GLN ってドライデアを考えると D の GLN は SLN になるという話でした。で、SLN っていうのがだから、あのイデアルとして入ってますので、単純リーダー数ではありません。はい。 で、えっと、次にですね、小、え、代、ー、数っていうのを定義したいんですけれども、えー、7.12をご覧ください、えー。ゲイをリーアルジェブラで R をイディアルとしましょうと、そうすると線形空間、R はサブスペースですので、線形空間として。ですので、ゲイオーバー R という小線形空間としての小を考えることができます。で、その時に、えー、ゲイオーバー R の弦、えー、X バー、Y バーを2に取ってきまして、それらの格弧積っていうのを えー、xy の加工式のバーと、まあ、こういうふうに定めましょうと。そうすると、まあ、こ,のあのこういうふうに定めると、ちゃんと well defined になっている。これによって d 代数に a over r はなると。で、このゲイオーバー r のことを小、まあ、代数とか常用代,代数というふうに呼びましょうというわけです。で、a、えー、over r の加工式の定義が well defined であることを示せというのがまあこうですね。はい。 まあ、あの、こう一応書いてますが、で、ゲイオーバーがリアルジェブラであることを示せるってまあ、これあの、ご自身で考えてみてください。で、まあ、章できると、あの、リアルジェブラフォーム F というのを考えて、ゲイ1からゲイ2に考えましょうと。で、その時にですね、えっ、ー、と、順道形定理が成り立つと。すなわち、括弧1でカーネル F はゲイ1のイデアルになって、イメージ F はゲイ2のリーサバアルジェブラになって、えー、これ汚いですけど、ゲイ1、これ、ゲイ1ですね。ちゃんと書きましょう。えっ、ー、と、ゲイ1です。 えーっと、A1 をカーネル F で割ってあげると、イメージ F と同型になるよというわけですね。はい。で、えっと、まあ、これ、プロップ7.14を示せっていうのを、えー、クエスチョンの7.15としておきたいと思います。で、えっと、ここの最初の方に、半単純リーダー数っていうのがあったんですが、まあ、その半単純リーダー数を定義するために、まず直和というのを定義しましょう。7.16をご覧ください。 ゲイをリーアルジェブラとして、Ri というのをゲイのイデアルとしましょう。で、i は1以上 N 以下とします。で、そのとき、ベクタースペースとしてゲイが Ri の直和だとしましょう。で、そのときにゲイは R1、えっと、から Rn の直和、ダイレクトサムというふうに呼ぶことにします。でそうしますと、このときですね、i と j が異なっていれば、 Ri と Rj というのはそれぞれゲイのイデアルですので、ゲイと Ri とかゲイと Rj の括弧積というのはそれぞれ Ri と Rj に含まれるわけですね。ですので、特に Ri と Rj の括弧積を取ると、それらは Ri に入るし、かつ Rj に入ります。Ri と Rj というのはゲイの中でベクトル空間としての直和になっているということは、Ri かつ Rj は0になっているということですから、 えー、i と j が異なるときは、それらの格好席とってもゼロになっていると。まあ、そういうのが自然にこの条件から成り立っているということに注意をしておきます。はいでまあ、これを踏まえた上で、えー、リーダイ数が半単純というのを次のように定義することにしましょう。えー、7.17をご覧ください。ゲイがリーアルジェブラで、その、G えー、リーアルジェブラが半単純、セミシンプルというのを、えー、2つの条件が成り立つときにそう呼ぼうとで。1つはイデアルゲイアイがあって、ゲイはゲイアイのまあ直割に。 かけるというのが1つ目で2つ目は、ゲイ,イはシンプルリーアルジェブラであると。まあ、この2つを満たすときに、単純にリー題するというふうに呼ぶことにします。ただ、ですねこれは7.18にリマークとして書いてますが、一般的なディフィニションではありません。一般的なってことですね。まああの 極大化解イデアルっていうラディカルっていうのを定義して、それがゼロの時に反単純って呼んだりして、その時にですね、いろいろ議論をしていくと、実はこの7.17で定義したものと同値であるということがわかります。ですが、まあ、その価解とか、いろんなものを定義しなければいけないので、ここではこちらで定義することにします。 はいでえー、とこの辺もです、ね、詳しいことをご覧あの知りたい方はリーダイ数を勉強していただくか、まあ、あのもう一つのシリーズとしてリーダイ数の話のところがありますので、そちらをご覧ください。はいでえー、と最後にです、ね、プロップ7.19を、えー、説明したいんですけれども、ゲイがセミシンプルだとすると、アジョイントリプレゼンテーションは、まあ、これあのゲイとアドゲイが、えー、同型になると、まあ、特にだからゲイルゲイの リーサブアルジェブラとと同型になるということがわかりますこれはあのセオレム6.15、これ、a、ま、d あ,あの,の定理ですね。それの特別な場合になっているよと。はいでえっと、これなどういうふうにやるかっていう話なんですが、ゲイをゲイアイの直話で書いておいて、そうするとアジョイントリプレゼンテーションっていうのは、これ、それぞれのアジョイントリプレゼンテーションの、まあ、直話として書けますよと。 で、まあ実際ですね、x をシグマ xi、y をシグマ yi というふうに、まあこう書いておきましょうと。で、それに対して、x と y、まあ a d x, y というのを考えると、それはシグマ xi とシグマ yj、まあこれらの確固積ですね。で、先ほど注意した通り、i と j が異なれば、xi、yj の確固積は0になるというわけです。 でそうしますと、えっと、だから、同じところしか出てこないわけですね、カッ取っても。ですから、シグマの i の i と j、ここ両方走ってたんだけど、これ結局同じところしか出てきませんから、シグマ i の xiyi というところが出てきて、それっていうのは a d d g i x i y これ、こういうふうに書いてるのは、これ gei におけるアジョイントリプ e ゼンテーションこっちは、えー、gei におけるアジョイントリプ e ゼンテーションの意味で書いてます。 ということは、これはカーネルアドゲーっていうのは、それぞれのカーネルアドゲーイ I イの直話というふうになって、カーネルアドゲーイ I イっていうのは、えー、とゲーイ I イが今シンプルというふうにしてますので、0になると、はい。というわけで、全体も0になるということで、アジェルトリプルゼンテーションが、えー、同ゲーとアドゲーの間の同型写像を与えるということで、まあ、主張が示せましたというわけですね。はい。 というわけで、えっと、今回はですね、まあ単純リーダー数の例として SL2 を上げてそれを確認しまして、さらにその後半単純というものを定義したというわけです。はい。というわけで、この動画はここまでにしたいと思います。